泉圭介は石川県金沢市出身のプロ野球選手。宇藤右内、福岡ソフトバンクホークス所属。金沢市立三ん小学校3年生の時にサンバクラブで軟式野球をはじめ、金沢市立聖泉中学校では同校の軟式野球部に所属する。高校は石川県立金沢西高等学校に進学。1年生の夏から、 ベンチ入りを果たす。エースピッチャーとなった2年生の夏の第95回選手権石川大会、2年生の秋の周期石川大会の共に3回戦進出が最高で甲子園出場の経験はない。3年生の夏の第96回選手権石川大会は2回戦で有学館高校に3対4で敗れる。大学は金沢星稜大学に進学。 一年生の周期リーグから、ベンチ入りし3賞を挙げる。三年生の周期リーグでは5勝をマークし、最多勝ちと関東賞を獲得する。四年生の春季リーグ、対高岡法科大学戦において、完封勝利を挙げ注目される。北陸大学リーグでは、通算で30試合に登板し、18勝5敗、防御率1.78の成績を残した。 2018年10月25日に行われたプロ野球ドラフト会議において福岡ソフトバンクホークスからドラフト6巡目指名され11月11日金沢市内のホテルにて入団交渉を行い契約金4000万円年俸800万円で契約合意に達し12月6日福岡市内のホテルで入団発表会見が行われた背番号は53 2019年、開幕一軍選手登録は果たせなかったが、2軍公式戦において4試合に登板で、1勝0、敗、防御率0.00と結果を残し、4月16日に一軍昇格。同日の対千葉ロッテマリーンズ戦の8回裏に3番手で、登板し、打者3人に対し2つの奪三振を記録する、高頭で、一軍公式戦初登板を果たす。 4月22日の対オリックスバファローズ戦でプロ初勝利を飾った。2020年、中継ぎで1年を通してブルペン待機し、チームで5番目に多い40試合に登板。8ホールド、防御率も2.08と高成績を残し、リーグ優勝に貢献した。CS、日本シリーズの登板はなかった。ありがとうございます。